皆さんこんにちは、衆議院議員の竹本直和です。今日はもう5月31日月末であります。まあ、本来なら、緊急事態宣言は今日までということだったんですけれども、さらにほぼ3週間、来月の20日まで延ばされることになりました。なんとしてもこの期間に感染者数および死者数の数をぐっと大幅に減らせればなんとかなるかなという感じの期待を持っております。みんなで協力しなきゃいけないことでございますが、よろしくお願いしたいと思います。さて、明日が6月1日、となりますとですね、国会の会期が6月16日なんですよ。通常だと延長ということを叫ばれるんですけど、どうも、それはなさそうな感じだと私は感じております。でそうしますとですね、これ1月18日から始まった国会です。第204回国会、この国会にですね、全部で63本の法案を内閣が提出いたしました。この内閣提出の法案以外に、議員立法と称して国会議員が立法する法律があります。それはまた別途あるんですけど、まあ政府の姿勢を示すという意味ではこの63本の法案の提出というのは非常に重要でありますし、また今の菅政権の考え方を対外的に鮮明するものであります。さてその法案ですけれども、現在41本が通っております。だから22本がまだ未成という状況なんですよね。でそういうことなんですが、まあ、今国会振り返ってみますと、やっぱり、デジタル庁設置法案とか、日本の社会構造を大きく変える法案がありましたし、またその他何でしょうか、意外と気がついてないのは銀行法の改正法が通っておりますが、国際業務でですね、外国で銀行の取引をやることが自由にで投資もできる、いろいろできる銀行が、株式会社の株を持つこともできると、こういうのが外国なんですけど、日本の国内において非常に規制しておりまして、銀行が、他の企業の株をたくさん持てば銀行の財務基盤が緩んでしまうというようなことの中で従来非常に厳しくやってきました。しかしグローバル化の時代ですし、投資というのも国際的にどんどん行われておりますから、いつまでもそういうわけにはいかないと、日本に投資を呼び込むという意味で銀行法の改正が大幅に行われました。あんまり騒がれてないんですけど、実はこれで、まあ、銀行業界も活気づくでしょうし、経済の在り方も大きく変わるであろうというふうに思います。それから、まあ、最近の話題は LGBT 法案ですね。こう性的な差別が許されるかどうかということで議論されたわけでありますけれども、例えばトイレ行くの男性のトイレ、女性のトイレ、これ差別じゃなくて区別ですよね。だから差別と区別をしっかりと概念的に使い分ける必要があるだろうというふうに思いますが、まあ、いずれにいたしましても相当党内でも長時間議論をしたんですけれども、みんなが一致するというところまでいかなくて、まあ、継続審議ということで次の国会行こうということになったわけであります。まあ、世の中このコロナを経験して大きく変わってきつつあります。人々の生き方も変わります。住まい方も変わります。まさにそのパラダイムシフトが今行われつつあるわけですね。ですからやがてこのコロナも収まるでしょうから、その時にどういう社会が実現しているかということがやっぱり一番大事なことだろうと思います。かつては大平正芳総理が田園都市構想ということを言っておりました。これも一つの生き方、社会の在り方だと思います。まあ、そういったことをイメージしながら、今まであまりにも東京一極集中になりすぎた、そのためにパンデミックが発生したという事実からしてですね、やはりある程度分散して快適な居住環境を作る、その中で人々がどういう精神の安定を求めることができるかできないかということが、やっぱり今の政治に課された大きい大きい問題だと私は思っておりまして、あと3週間足らずの16日までの国会の会議ですが、しっかり頑張りたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。